皆さんこんにちは、女子服大好き緑川です。今日は浜松町駅に来ています。これから東京モノレールに乗って羽田空港へ向かいます。浜松町から羽田空港へ向かう路線ですが、途中駅にも見どころがあります。今回は空港快速に乗車します。それでは車内に乗車しましょう。本次列车经停的车站依次为羽田机场第三航站楼、羽田机场第一航站楼。羽田공항제2터미널에정차합니다。東京モノレールをご利用くださいましてありがとうございます。ご乗車のモノレールは空港快速羽田空港第2ターミナル行きです。モノレールは JR 線と並走した後、空港へ向かいます。ビルの間を抜けて、運河沿いを進んでいきます。窓の外には、東海道新幹線の回送線と JR の休止中の貨物線が見えます。ここは、将来羽田空港アクセス線へ改良される予定です。並走している首都高速1号羽田線は改良工事が実施中です。空港快速は駅をどんどん通過していきます。モノレールは大井競馬場を通過。物流の拠点、東京流通センターを通過します。途中、昭和島出前の各駅停車を追い越します。いよいよ空港が見えてきました。羽田空港第3ターミナルに到着です。次は羽田空港第1ターミナルに到着です。ご視聴いただきありがとうございました。